前に言ってた知り合いって彼女のこと？ああ、それ腑に落ちるんですけど。でも、彼女の存在って噂でしか聞いてないんだよね。噂が一人歩きしてる感じもあるし、本人に噂の真相を聞きたい。聞いちゃう？聞く？アイドル、アイラ、オーナー。ねえ、天草。ん？彼女。なんか連絡来たみたいだけど。うん、タイミング。ああ、俺ミーティングあるからそろそろ戻るわ。うん。ねえ天草。ん？来週金曜日同期飲みする予定なんだけど、もしよかったら天草もどうかな。来週の金曜。あ、いいな同期飲み。スケジュール確認して連絡する。やった、やった。よし、動機のみで彼女のこと聞く。絶対聞く。うわー、りょうくんから私に。ベタなんですが、ゆりこさんのお名前にちなんでゆりの花を。あらあら。あとこれプリンです。よろしければ皆さんでどうぞ。私歩いていくって言ったんだけど、いちかの家まで車で送るって聞かなくて。ちょっと予感はしてたよ。それじゃあ妹がお世話になります。よろしくお願いします。はい、リオちゃん中にどうぞ。あ、リョウくん、せっかくだしお茶でも飲んでいったら。あ、すみません、でもこの後すぐ会社に行かなくてはいけないので。あら、そう、残念。はいはい、もういいからお母さん家入って。いちかさん。何ですか？今度俺もいちかさんの家に泊まりに来たいってゆり子さんにお願いしてもいいですか？お仕事頑張ってください。それじゃあ。自分のめめしさが嫌になる。修学旅行のたまるの件、もういちかさんに聞こうとするのはやめよう。悩んでる時間をいちかさんが喜ぶことを考える時間にした方がいい。ただでさえなかなか会えないんだから、会った時に心に何か抱えているのはもったいない。まあいちかさんとたまるの間に明らかに何かあったらそれなりに対処するけどな。今ご飯支度してるから夕飯もう少し待っててね。あ、手伝います、ゆりかさん。あら、本当に？何さらっとリオまでお母さんのこと名前呼びしてんの。じゃあいちかとサラダ作ってくれる？はい。